今回の腹筋は簡単でおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腰痛の人でもできるお手頃な腹筋を2種目紹介します。まあ、実際今ですね、タートルめちゃめちゃぎっくり腰気味でめちゃくちゃ腰が痛いです。まあ、そのね、腰がめちゃめちゃ痛いからこそできる腹筋っていうのがね、リアルに身に感じつつ紹介できるという形になります。わー、まあ、もちろん痛い度合いにもよるんですけども、なんで、椅子に座って立ち上がるときとかね、ちょっと、うっていう感じでね、やばいっすね。今座ってるんでちょっとね、心配なんですけども、ちょっとね、この右のね、腰がズキッとくる。このね、腰が痛いからこそ、ちょっと皆さんにできる腹筋、一緒にやりましょう。よいしょ。やっぱり腰が痛いときに、安静にすることも大切なんですけども、じっとしていてもなかなか治らなかったりします。そういった場合、やっぱりちょっとでも無理して腹筋背筋をするとね、落ち着いたりしますんで、タートル自身はね、ちょっと痛くても腹筋背筋やってます。で、今回はよいしょ、しっかりね、自分の体でうっと起きると腰にくるんで、軽くね、手で膝を押さえながらこういう感じでゆっくり行ってください。これで背中のね、丸くして動かすんですけども、腰が慣れるにつれて自分でグッと起きてください。初めのうちは手で押さえながら補助でね、上半身を動かします。慣れてくると手の力をできるだけ抜いて、転がる反動を少なくして起き上がってください。で、もう一種目なんですけども、腰が痛え、はい、今度は膝曲げたまま起き上がったら片足伸ばす、こういう感じで、これも背中を丸くしてゆりかごのように動きながら反動を使って片足伸ばします。さっきと違って片足を伸ばすことで下腹部にね、腹筋を効かすことができます。こういう感じです。で、徐々にこの揺れを少なくして、腰が温まってくるとこういう感じで行ってください。よいしょ。はい、今の腹筋なんですけども、腰が痛い時にもできる腹筋、シットアップとかクランチをですね、結構勢い使って上がんなきゃいけないんで、温まってくるとできるかもしれないんですけども、翌日腰が痛い場合があります。なんで今みたいに少し背中丸めてですね、シーソーのようにちょっと反動を使ってね、少しずつ腹筋と腰使ってもらえたら、翌日結構楽になってますんで、タートルはね、こういったことを毎日痛いなと思ったらやってます。やっぱ腰痛持ってる方ってね、結構もうスクワットとか、あとはちょっと変なエクササイズの動きしちゃうと、結構またすぐね、痛みを発症しやすいんで、結構そのね、痛くなった時の改善のね、ルーティーンっていうものを持ってた方がいいです。タートルはこういった感じでやると翌日楽になってますんで、こんな感じで腰痛と付き合っております。もちろんね、度合いによってはもう今タートルがね、ぎっくり腰で歩けないレベルが10としたら、今まだ7ぐらいなんで、まだね、動けます。これがもう、例えばぎっくり腰のレベルがもう10で歩けないとしたら、9とかね、あれぐらいだったらもう動いたら多分やばいんで、もうコルセットとか巻いてじっとしとくのが一番いいんですけど、まだ7ぐらいだったらですね、こうやって動かせば次の日6とかになってるんで、参考にね、こういった腹筋をしてもらえたらと思います。またこのね、腰痛におすすめな腹筋なんですけども、腹筋が苦手な方にもね、今回の腹筋はおすすめです。ということで、腰痛でもできる腹筋の紹介でした。皆さん頑張った方はグッドボタンやコメント、登録してない方は説明欄からチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。